俺のやりたいゲームはどれだ。どれかな、めちゃくちゃいろんなホラーゲームがあるけども、どん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 新作が登場してる。うわすごいね、この赤ちゃんとかめちゃめちゃグロテスクだけども、どれかなどれかな、これ This is Miranda。 どうも、鳥の爪団ソートです。ホラーゲーム企画からさすめ第518弾はこちらのゲーム This is Miranda。 ということで今日も京都でウェブサイトから見ていく形式なんですけども、早速翻訳の方していきましょう。ミランダですこれ、ね、宮迫です以来のミランダですですけども、めちゃめちゃシンプルです。ミランダはこのゲームの中にいて、あなたと話したいです、彼女には共有したいことがあります。それはもうやっぱ共有してもらわないとな、見に行かないとなっていうところ。しかもこれ気になるコメント、こちら、これはここ数年で最高のホラーゲームだと思います。不気味な要素を詳細に詰め込んだ人と遊ぶのはとても怖かったです、とても楽しかったです。大絶賛、ここ数年で最高のホラーゲームなんでしょ、もうやんないわけにいかないでしょ。ということでやっていきましょう、スタート。取り詰め。あ、来た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 。いいよ。This is Miranda。この女の子がミランダなんだよね。うん、可愛らしい子だけどね。あ、結構ストーリーしっかり語るタイプなのかな。まあでもあれだよね、シェアしたいことがあるみたいなこと言ってますよね。よかった、ここあれでしょ、俺の名前が出てるでしょ。PC ユーザーにしといてよかった。こんなんで本名とか入れてたらたまったもんじゃねえよな。配信とかでやろうと思ってる人気をつけてね、うっかり出ちゃうかもしれないからね。ということで、まあ俺のこと聞いてきてるよね、これ。イエスと自分の名前が出るんだここに。私に今伝えたいことがあると。ということで、じゃあやっていきましょう。不思議なゲームだな。冒頭はなんかジャジーな曲流れるっていう。壁紙の癖すごくない？これ、クレヨンでグジグジしたみたいな。カビみたいなマーク、何これ。まだ白の無地の方が良かったんじゃないかなっていうね、これね、絶妙な感じ。ドアノブでかっ。鉄球くらいあるね。やっぱ鉄球くらいある方がやっぱ怖いんだろうな、ホラーゲームのドアノブは。ここは、あ、開けられるね。よし、さあ奥の部屋入っていきましょう。いや待って、でもこれちょっと待って、 PT ライクな感じなのでは。ねえ、そんな感じあるよね。 PT 風ホラーゲームかもしれない。あ、でっかめの鍵だ。やっぱ何でもでかい方がいいからね、男はやっぱ何でもダイナミックの方がいいですから。鍵、あ、取ったね。あ、ミランダの写真。ミランダ、何か伝えたいことがあるんだろう。すごい、近寄ると眼差しに。ドキドキしちゃう。こっちの部屋は、あ、こっち開けられるね。ここは、あ、寝室だね。あと何だろう、何か書いてあるね。For you。 あ、なんか暗号みたいの。これ一応メモっといた方がいいかもしれないな。いや、ガチのパスワードじゃない。あの、Google がさ、あなたのパスワードこれでどうですか言って提案してくるときは複雑なパスワードじゃん。一応メモ帳に書いておきました。今後また使うことになるんだろうか。あ、これ。この鍵は？これどこで使うんだろう？またミランダの写真だね。あ、ミランダ！いいね、フリーホラーゲームってなかなかあのこの鏡に映る演出やんなかったりするんですけども、細かいですね、経過。ミランダ、あ、本当に覗いてる。かわいい。ひょっこりミランダね。うん、やっぱひょっこり班流行った時期に作ったのかもしれないしね。はい、ひょっこりミランダ。あ、開けられそうだね。鍵持ってたから開けられたんだろう。このドア閉まる音と微妙にでかくて怖いんだけど。こっち側は？ここ開かないんだね。鍵は今回はそこには置いてないと。いや、ちょっと待って、やっぱ PT 風ホラーゲームだよね。間取り全く一緒。いや、でも待って、ドアノブの色変わってない？緑色になってる。黄緑色になってる。すごいな。ここ開かない。やっぱドアノブの色を変える時代までもう来てるんだよね。みんな変えてます、ドアノブの色。定期的にやっぱこれ模様替えしないといけないですから。あ、待って、血だまりが。あれ、さっきこんなんなかったよね。え、嘘でしょ。あ、待って。Look at me。 どっかになんかいんの、ミランダ。いや、これ開かなさそうなんで、あ、Look at me。 ここのミランダの写真を見たらいいってこと。うわ、待って、ちょっと怖いな。近寄るよ、ちょっと。うわ、待って、バンってきそうだな。あ、わかんない。この手のゲームだと急に音量がでかくなりそうで怖いんだよ。一旦引き返してみるって、あの PT でありがちな演出やってみよう。こっち側はやっぱ開かないと。多分戻ることはできないんじゃないかなって気がするけどね。Look at me って何だろう。あ、でもあれかな、ミランダのところでクリックすればよかったのかもしれない。なんか調べるみたいなのをやってなかったから、ちょっとそれ今回試してみよう。一
回また戻るでしょ。これ、Look at me。すごい見つめ合ってみよう。おいおいおい、ここ数年で一番怖いんじゃねえの？勘弁してくれよミランダ。いやしかもやっぱ案の定音量でかかった。音量のでかさでビビってるみたいなところ。あ、もう本当に俺ね、でかい音量ダメなのよ。もうなんか年々ダメになってる、でかい音量に対して。あ、待って、もうルックアットミーしたんだからあげてよ。鍵とか出現してないの？これだ、ルックアットミーしたんだからさ、もう一回。待って、もうちょっと俺がただ止まんないんだけど、もう一回いくよ。はい、うん、かわいいだけ。今度はかわいいだけ。何このシュールな絵面。ちょっとプーってなったけど、あ、でも逆にどっかの扉、ミランダだ。あのさっき一瞬だけ画像が変わった時に出てたあのミランダだ。たまねえなおい。いやでもなんかこれくらいシンプルな方が結局いいのかもしれないね、ホラーゲームね。いや深いよねホラーゲームさ、もうさ深いよねホラーゲームってさ。この音量のデカさやっぱパワハラと思うんだよね。これ次のエリア行くわけでしょ。うわ、でもなんか PT 風なのかなって思ったらもう地形変わったりして、そう、ミランダ。ひょっこりミランダでもちょっとびっくりするんだけど、ブレーカー、ここなんでチカチカしてんの。何もでも置いてないもんね。ブレーカーアップ、あ、電源スイッチ、すごいな。でもあれだな、多分若い子が作ってんだろうな、これ学生さんかもしれないね作ってんの。はい、入れました。振り返ります。あーい、怖い。フラッシュライトは、あ、つくわ。うわ、暗闇の中戻るの。え、マジで結構普通に怖いんだけど。地形は、あ、変わってないわ。いやこれ急にバンってくるやつだな。絶対叫ぶわ、ごめんね。もう先に謝っとく。壁伝いに行こうね。うわ、もう最悪だ。あ、階段、あれこんなだったっけ。あ、やだな、もう、うん、何も見えない。あ、扉、よし。うわ3発全部しっかりクリーンヒット。ちょっとトゥ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 クリティカルヒート。俺さ最近あのエブリバーディのクリティカルヒートよりもあーはんのやつの方が面白いんじゃねえかなと思ってるんだけど、どう思うみんな。あれ言いたくなるよね、あーはんってやつ。いやもうそうこうしてる間に死にそうだわ。またなんかバンって来そうだよね、そろそろね。なんか油断してると一気に来そう。あ、マジで辛いんだけど。あれ、あ、ここの扉、あ、バスルーム、Oh, yes. だよね、閉まるよね。まず鏡の前。いやマジで結構普通にちゃんと鳥肌立ってんだけど、ここ数年のホラーゲームで一番怖い。これ正解かもしれない。あ、とっとっとっと、入ってますよ、入ってます。バスルーム入ってます。ダメです、やめてください、やめて。ラッキースケベとか狙わないで、大丈夫だ、もう開けないでね。待って、血が、で、バスタブの中から出てくるの、あなた出てくるね、出てくる。おお、出てこない、開くんだ。左側で泣き声してるんだけど。あ、待って、マジ普通にちゃんと怖いじゃん。あ、血だまりがヘンゼルとグレーテルの方式で導かれていく。お菓子の家にたどり着かないタイプの、そっち側だ。ミランダちゃんね、辛いことあったよね。行くよ、開けるよ。開かないんだ、開かないんだ。泣いてるのに励ましに行こうと思うとダメなんだ。そういうのはちゃんと内側にこもっていくタイプ、自分のね、体に閉じこもっていくタイプ。こっち側もう一回行ってみよう。待って、もう電気つけようよ。あ、なんだろうこれ。あ、鍵だ。あ、黄緑色の鍵だから、これでさっきの、待って、鳴き声やんだんだけど、ギミックがしっかりしてる。次に繋いでくるんだよな、このゲーム。何かしたらちゃんと、ああ、終わった。足音みたいな、なんかもう一個しなかったか、今気のせいか。で、そんなとこまで PT みたいな感じ？やべえな。いや、PT って偉大だな。だとしたら。ここの鍵が開けられるんじゃね？開けられた。よし。あ、ミランダのいろんな顔。
あのミランダになるまでのいろんな顔、皇帝が描かれてます。はあ、閉まるのかな。どうも。ああ、これは鏡の前まで行ってみます。うわ、こわ、マジでこわ、やばいね。左上も結構怖いよね。いや、もうさすがにそろそろなんか来そう。もうなんもないの。ああ、目でかくなってる、すごい。ああ、いた、どうもミランダちゃん。結局ミランダはさ、何が伝えたいのね。えちゃんと口で言わないと伝わんないよ、ね、伝えたいことあるでしょな。よし、行くからな、お前。お前の伝えたいことちゃんとおじさんに言ってみな。うん、エブリバーディの、あー、面白いよねっていうところだよ。タスクハイド、え、そ、隠れの、あ、待って待って待って、どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい。後ろから来てんのか、これ。なんか後ろから来てんのか。来てるわけでもなく、ミランダミランダってすごい名前の主張が激しい。ドアノブの色が元に戻りつつある。開けます。あー、すごい腕長ミランダ、腕長。何、ハイドってどういうこと。音の演出とかがめちゃめちゃうまいんだよな。タイミングの出し方っていうの、演出の出し方素晴らしい。入っていきましょう。あ、待って、もう鳥肌止まんないから。ミランダ、すごい、私自身がミランダになっている。なるほど。え、すごい。ああ、後ろにもなんかいる。あれは誰なの。ニューキャラクターなんだけど。さっきのあのポスターみたいのについてたやつでしょ。わあ、ミランダになっちゃったねえ。え、あなたは誰。ちょっとかわいい。あ、なんか奥行けそうじゃない。あ、ドゥ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 って出して、出してくれないの。あ、ダメだ、通せんぼされてる。ここは開かない。あ、隠し扉みたいな。おー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 、嘘だろ嘘だろ、そこのハイドなのなあ。おい、ちょっと急だな、急だな、追いかけられるフェーズが。やっぱこれぐらいの高低差ある方がね。フリーホラーにはこれぐらいの高低差あった方がいいもんね。いや、音でかいのよ、ミランダのこの鳴き声、音でかいんだよ。すごい。で、あのスポンジみたいのをマイクにつけてないかな、ボフボフっていう音が。すごいマイク拾っちゃってるのよ。うん、多分あの走るっていう概念がないっぽいから、ここでミランダになります、当選簿されます、これ行こうとする、行けないってなる。よしよしよし、行け行け、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。こっち側かな、合ってんのかな。やばいね、ノイズだらけだ。右側、よしよしよし、脱出できるんじゃない、今度こそ行けるか。よいしょー。いや、行けない。なんだなんだなんだこれ、なんだこれ、無限ループ無限ループなの。ここもノイズがすごいって、ノイズがすごいって、もういつか追いつかれんじゃないの、いつか追いつかれんじゃないの。今度こそ大事なのかなって思わせて、なんか白目の扉がちょっと狭まってない、狭まってない、まだあるんじゃない、なんならまだあるんじゃない、白目の扉2階、うわ、ミランダ。フリーミランダ、どういうこと、ミランダ自由になったのかな。 Yes I'm coming for you next one。 いい、はい、ということで今回はここ数年で最高のホラーゲームと言われているミランダですに挑戦してきました。またこんな感じでいろんなホラーゲームを挑戦していきたいと思ってます。そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録して鳥のすめだに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。怖かった。